ちょっと時間があれですので、この、装置は、ですね、我々の研究室で、開発して、秋田県のある企業に技術移転をして、平成18年ぐらいに技術移転して、14年から開発をして4年ぐらいかけて、いい装置を作ってきて、ある企業に技術移転をして今7台おりました。7台もう製品として世の中に出てますので、7台まで出ました。値段は約400万1台400万です、ね、400万で7台で、10台売れたらインフォメーションセンターにこれ持ち込んで大々的な発表しようと思っているんですが、まもなく10台になると思いますね。で第1号は大分 県警です。警察本部大分県警が交通事故防止のキャンペーンの時にこれを使っていろんな体験をしてもらいました。大分県警、香川県警が1台ずつ、それから京都府警が4台、それで6台、でつい最近、大仙市ですね、大仙市が、大仙市なら企業ですので、大仙市が1台買ってくれると思います。それで7台、一応販売が、実績としては、商売としてちゃんと、なってますので、いずれ、日本の中でできるか100台ぐらい売れたいと思っていますが、頑張るようには会社の方に言ってますから。100台売ると大体4億円ぐらい、ね、販売実績になります、ね、それは外国、特に中国とかそういう地方にも出るようにという感じにしてますので、まあ、大学、非常にいい例ですけど、大学で開発した技術的なものが秋田県内の企業に卸して、そこが製品を製造してそれで売っているという、そういう非常にいい形ができました。でこれをもうちょっと伸ばしていきたいなというふうに思っていまして、将来的にはもっともっと別のテーマ、今日ちょっと皆さんにお見せしておりませんが、面白いモーションキャプチャーというものすごい面白い技術がありますので、これをなんとかベンチャー企業に持っていきたい。工学系の我々は、私も工学なので、工学系の人間というのはそういうことをずっと考えますのでね、どうしたら世の中に出て商売になるか、それで企業が雇用の 増加につながるかということを進めようということで、考えています。で秋田大学も発掘していきますとね、いろんな産学連携で、いろんな面白い研究を進めて、おります。外部資金も結構、獲得してますし、非常にこれからまだまだ弱点もありますが、いい形で上向きの、教育と研究をしていきたいというふうにしております。それから教育文化学部の学生さんもいますが、教育文化学部の売りは学力日本一、秋田県3年連続、ほぼ日本一の子供さんを育てる先生の7割が過去の出身者なんですね。秋田大学の教育学部あるいは教育文化学部出身の学生が卒業した方が先生となって子供さんを教育しているというのは非常に大きなファクターになってますんで、それをちゃんと教育文化学部の売りにしてほしい。そうしますと、非常にこう全国的に今有名になってますのでね、それが一つの売りになる。工学は資源がまず一つある。この岩川地域医療というのは、これは医師の、地域医療という面から言います、医師の養成というのは極めて大事な問題ですので、自然的に3つの学校がそれぞれ特色を持った大学づくりがしっかりできるよということを、進めてますので、皆さんもぜひ自信を持って、これから先4年間あれば、大学院の方もいるかと思いますが、ぜひ、楽しい、キャンパスライフと、それから基礎学力をぜひつけるように、で特にグローバル化社会の中で、今求められますのはやっぱり英語の力が大事ですので、ぜひ英語の力をつけてほしい。で今年新しく2人英語の先生を増員しましたので、それで少人数教育になったんですけども、ぜひ英語はつけて、少しでもいいから上に上がるようにですね、つけてもらいたいなというのは、もうグローバル化社会でもう日本だけで生きていきませんので、必ずどこか世界とに出るか、世界の記憶を失って仕事をするという、現実がありますので、そういう中で生きていく皆さんにとってはどうしても英語というのは必須科目になりますので、ぜひ頑張ってもらいたいなということを最後に話をして、あともし質問あれば受け付けて答えますので。